こんにちは、カメラマンの戸丸治です。前回の動画の最後で、次回の予告として、プリントをしたものを紹介するというようなお話をしたと思うんですけども、残念ながらですね、ちょっと暗室とのスケジューリングがうまくいかなくて、まだ実はプリントはできておりません。そうですね、来月早々には多分できるんじゃないかと思っております。そうですね、それがとにかくでき次第早々に報告をしたいと思っておりますので、今回についてはですね、ちょっと報告ができなかったことを本当にお詫びしたいと思っております。それとですね、あとは実行感度について、またいろいろとちょっとお話をしようと思って、以前にねマリックスの400について濃度測定をして実行感度を出して、現像手法のいろんなことをお話ししたと思うんですけども、それについて、今度はマリックスのあと残っている100と200についても同様に検証したいと思いますというふうに話をしておりました。でですね、双方に対してですね、もうフィルムテスト撮影をしたフィルムはもうシルバーソルトさんに送付してるんですね。で、昨日だったかな、一昨日だったかな、出荷というか返送しましたという連絡はいただいてるんですけども、残念ながらちょっと今の段階ではまだ届いていないので、本当はですね、届いた段階ですぐにグラフに起こして、で、それのレポートを動画で撮影して今日の夜に公開しようと思っていたんですけども、ちょっとそれも叶いそうにありません。なのでですね、緊急特集というわけじゃないんですけども、今回のね、取り上げる題材についてもですね、以前からちょっとやりたいなと思っていたんですけども、今回はですね、それらの今までのね、レポートに関係することとして、ちょっとメーカーがね、交渉している公表しているデータシートというものについて少し詳しく見てみようじゃないかというふうに思うようになりました。そうですね、ちょっと面倒くさい話になるかもしれないんですけども、知ってて損はないですし、そうだな、知ってて損はないというよりも、やっぱりちゃんとチェックするべき事項だと思っております。なのでですね、そうしたところについても少し触れてみたいと思っておりますので、今日の動画についてもぜひとも最後までご覧になってみてください。改めましてカメラマンの戸丸治です。先ほども申し上げましたけども、今日はですね、メーカーが公開しているデータシートについてお話をしてみたいと思っております。で、ここ何回かマリックスフィルムについていろいろと検証してきましたけども、基本的にね、中身はホマなの で今日これから紹介するのはホマが公開しているデータシートについてお話をするんですけども、特にですね、一番最初、そうですね、事の始まりはマリックス400でしたよね。で、交渉感度が400でありながら、実行感度はもうほぼそれに遠く及ばないんじゃないかということが事の始まりでしたから、そこで、そうですね、最初からデータシートをちゃんと見て、取り組めば、それぐらいの大きな差異というのはあまり出なかったんじゃないかなというふうに思ってるんですけども、でもそれは経験上の話で、私にとってはそうですね、特にホマの400に関して言うと、あんまり今までそんなことの経験がなかったし、ちょっと私は露出の設定の仕方と、言動の仕方がちょっと得意なので、それで多分カバーできてただろうなというふうなことはちょっと想像できるんですけども、それにしてもちょっとね、自分が今まで使ってたものとレベルが随分違ったので、そこで疑問を感じていたことも確かです。そういうことも考えてですね、改めてでデータシートを読み解くことについての重要性というものを今日はちょっと話してみたいと思います。で、早速ですね、そのデータシートを出してみたいと思うんですけども、今日紹介するのはですね、ホマで公開しているホマパン400アクションのデータシートです。で、リンクはですね、また下に貼っておきますので、興味がある方はぜひともご覧になってみてください。でもちろん他のフィルムに関してもデータシートはちゃんと出てますから、別にホマに限ったことじゃないんですけども、全てのメーカーにおいて必ずデータシートというのは出てます。テクニカルシートとも言ってる
ところもありますけども、ちゃんと出てるんで、一応全部確認することはお勧めします。あなたが使用するフィルムに関してはね、うん、まあ、必要があればですけどもね。ただですね、あの多くのブランドは日本語表記がないです。なのでちょっと苦労するかもしれないんですけども、まあ、そんなにね、あの難しい英単語が使われてるわけでもないですし、うん、なら大体のことだったら多分あの理解はできる範疇じゃないかと思いますので、そんなに気が参る必要はないです。はい、ではですね、早速ちょっと行ってみたいと思います。で、このシートからです。でですね、今回紹介するのはホマパン400で、現像処理の仕方についてはですね、イルフォードの ID11 とコダックの D76、 それをストックで、処理しているものです。でその下はですね、ホマドンのエクセルとエクストールで処理しているものです。一応2つ出してますけども、で温度は、あ、だって液温は20度になっております。で実を言うとですね、で実際にデータシートはですね、右側が、まあ、今ここでは空白になってますけども、右側の方ではですね30度で処理したグラフが出てます。まあ、あのあんまり現実的じゃないので今回はそれをもう省きますし、まあ、一応ここにちょっとねテキストを書きたいので、今回はそれを削除しております。ご了承ください。で改めて、こんな感じのグラフが出てます。もちろん他にもね、いっぱいあの現像液があって、いくつかの6種類ぐらいあったかなの現像液が載ってますので、まあ、あなたがね使用する現像液で、参考してみるといいかと思います。まあ、こんな感じです。で一番最初に何を見るかというと、アイソ感度です。で、ホマパン400の、まあ仮に今はですね D76 ということで、話を進めちゃいますけども、20度でストックで処理した場合、一般的な現像時間は7分から8分とされています。で、グラフにですねちょっと強調する赤い線を重ねてみました。で、これを見てもらうと分かるんですけども、7分から8分のところで赤い線を引いてるんですけども、で一番上のグラフ、一番棒がね、一番3本あると思うんですけども、そのうちの一番上のグラフ、それがアイソ感度を表すグラフなんですけども、ご覧の通り、8分現像したところで250は出ていません。これはメーカーが公表しているデータです。なのでちょっと矛盾を感じますよね。あの交渉感度が400と言っておきながら実際はこれしか出てないんだということになります。もうここからも分かる通りですね、やはりもうこの程度なんだなということがここで確認できるわけですよね。でまあ仮にね現像時間を12分伸ばしたところで250をちょっと超えるかなというところです。まあこの範囲、現像時間の範囲ですと400は到底出ないんだなということが容易に想像できます。想像できるというかもう確定ですよね。で、次のグラフをご覧いただきたいと思います。で今度はですね、グラフの右側の表示がですねガンマ表示になってますよね。でそのガンマは何かっていうと、まあ、多分ちょっとね実を言うとこの、グラフに関しては説明書きがなかったので確証は持てないんですけども、まあでもおそらくガンマなのでコントラストだと思います。でこのコントラストのガンマはどうやって算出するのか、算出するのかっていうと、まあ、ちょっと話がめんどくさくなるので今日は割愛をします。で言いません。ただですね、基準になるというか、あの参考になる数字はあります。でそれが下に書いてあることです。で一般的な風景写真のコントラストの値、ガンマの値はですねだいたい 1.0 程度とされています。そうですね、でもうちょっとね範囲を広げていくと、一般のカメラ撮影、まあ、一眼レフなんですけども、における適正なガンマ領域というものはですね 0.5 から 0.8 とされています。でこの数字の根拠は何かというとですね、下にも書いてある通り、富士フイルム研究所のデータを参照にしております。なので、まあ、私は信用していいと思っています。でもう一回ちょっと話を元に戻すとですね、まあ、一般的なコントラストを出すためには 1.0 ぐらいのコントラストを出すためにはどうしたらいいんだろうかということに関しても、このグラフでもって少し赤い線と青い線と緑色の線で強調してみました。そうですね、今度は3本あるうちの真ん中のグラフを見てもらうんですけども、 1.0 を出すにはですね13分近い現像時間が必要となることが分かります。で13分現像したところで、まあ、さっきも言いましたけども250をちょっと超えるぐらいの感度しかないんですね。厳しいですね、かなり。となるとそうですね、やっぱり400で使うというのはちょっと無理があったなというのは
まあ、こっからでも理解できるんですよね。で、まあ、0.5 から 0.8 の範囲で収めようと思うのであれば、もう少しちょっと基準は下がってきますけども、まあ、それでもやっぱり ISO 感度は200を超えるか超えないかぐらいのレベルになってしまいますので、いずれにしてもこのフィルムを使うにあたってはかなり厳しい条件が多いということがもう明白です。さて、いかがだったでしょう。ちょっとまあ早口でガッと言ってきちゃいましたけども、一応まあメーカーが公表しているデータなので、まあ半分以上は信用してもいいかなと私は思っています。まあ、さっきも言いましたけどね、ちょっとアバウト、数字がアバウトなのでなかなかちょっと難しいと思うんですけども、ただいつも言うようにこれはあくまでも参考のレベルだと私は思っています。なので最終的には、まあ、使用する私たち自身で行うテストというものがすごく重要になると思うんですね。ただこれだけのね、公に公表されているデータがあれば、まあそこが基準になるわけですから、こんな何回もね同じようなテストをする必要はなくなってきますよね。だから一番最初に高照感度の400で取ったら全然ダメだった、で次はじゃあ200でやってみたらどうだろうと思ったら200でもそんなに良くなかった、じゃあ現像時間を伸ばしてみようみたいな、何回も同じような手間を、そうですね、まあなんか面倒な手間をね踏んでいく必要もなくなりますからね、これだけのデータが出てれば。まあ、そういうとこからもこのデータシートを読むという重要性もありますし、おおよそのね見当をつけるにはやっぱり必要な情報じゃないかと思っています。さっきも言いましたけども、このホマに限らずいろんなメーカーでいろんなブランドで必ずデータシートが出てるので、ぜひとも一回参考にしてみることをお勧めします。知ってて損はないですしね、やっぱり情報としては少しでも多い方がいいわけですし、もちろんメーカーが公表しているわけですから、ある程度の信憑性はあると思います。まあそれをね基準にして、まあ、そのフィルムを使うあなた自身がテストを重ねてみて、あなたのイメージ通りの描写ができるようにいろいろとねコントロールしていっていくのがいいんじゃないかなというふうに思います。さ、次回はですね、まあ、今日できなかったこと、おそらくもう明日ぐらいには届くんじゃないかなと思ってるんですけども、そうですね、マリックス100とかあるいは200の濃度測定の結果をレポートして、まとめてみたいと思っております。そうですね、まあ、その中においても今日ちょっと紹介したデータシートも合わせて、まあちょっとレポートしてみたいと思いますので、そちらの方もぜひお楽しみにしてください。でプリントに関してもですね、マリックス400を使った前々回かな、紹介したポートレートに関してのプリントはですね、まあ多分2月に入ったら、なんと私もちょっと仕事が一段落するので、そうだな、早いうちには多分できるんじゃないかなと思っております。でそちらの方のレポートについてもお楽しみにしていてください。まだまだ私の探求は続きますんで、多分今年1年こんな感じで終わっちゃうんじゃないかなというふうにも思っていますけども、まあでも本当に面白いことなので、あなた自身もですねぜひいろいろと挑戦してみてください。でいつかも言いましたけども、1本のフィルムに対して極めてみてください。そうすることであなたの作品性って多分広がるんじゃないかと思っております。いろんな発見があって楽しいですからね、まあ、それはモノクロフィルムの醍醐味でもあると思っております。ぜひともチャレンジの一年にしてみてください。それではまた次回お会いすることにいたしましょう。カメラマンの友野修でした。